今日は2018年の、11月の8日ですね。ワドツでございます。タイトルに書いてあるんですけれども、今後ふわっちの活動を休止したいと思います。本当に2年間お世話になりました。ワドツ、みんなありがとうね。今まですごく楽しかったです。まあニコ生からね、そうだね、これで終わりだね。俺はちょっとふわっちはね、本当に楽しかったです。2年間。マメさん、最近 PC でやらないっすね。そうだね、年間いろいろあったけど、ありがとね、みんな。週月ギリさん、今回で終わるの？そうっすね、今回で終わりますね。あちゃんさん、突然すぎる。まあ多分ね、それがなんか一番キリがいいのかなと思ってるんで、ちょうど2年目の節目だし、楽しかったっすよ、本当に。週月ギリさん、そうだよね、あちゃん。本当にありがとね。楽しかったっすね、今まで。いただきます。いやもうね、リスナーさんのことを考えるとね、涙が出てくるね。本当にもう胸が張り裂けそうな思いで、今も涙こらえてるんすよ。あちゃんさん、やっぱりふわっち、ふわっちやめるのが辛くて辛くて、今もほんと泣き出しそうな感じですね。マジつれ。週月ギリさん、そうだよね、あちゃん。マメさん、もぐもぐ。カメオさん、絵の島見た。よかったと思ったらやめる。しょう。マジでリスナーさんのおかげでここまで来れたんで、本当にあちゃんさん、嘘でしょ。リスナーさんに感謝してますね。今も涙が出そうなのを本当に必死にこらえて、なんか僕はもう本当リスナーさんのこと大好きなんで。セフゾーさん、秋田の配信。カメオさん、めちゃもぐもぐ食ってるやん。ショー。あちゃんさん、リリちゃん本当それね。マメさん、必死に耐えて牛丼食べてます。ありがとうね、今まで。シトルリン、シトルシネさん、サイト移動されるんですか？ちょっとサイト移動のことに関しては本当に何も言えないんですよ。ウルトラQさん、マジで活動休止？そうですね、活動休止します。もう本当リスナーさんのことを思うと胸が張り裂けそうで、本当に辛くて辛くて、もうほんと涙が止まらないっす。あかりさん、監督業は？週月ギリさん、ならもうコメントでライブで話せなくなるの？豆さん、うまそう。ウルトラQさん、引退とか停止ではないんですよね？そうっすね、活動休止ですね。小次郎さん、俺配信で億万長者になります。ショー。あかりさん、監督しないの？ちょっとそのことについてはノーコメントで、そのことについてはノーコメントでお願いします。あきらさん、休止期間は数時間だよね。週月リリさん、せっかく会えたのに。小次郎さん、俺年商1億になります。ジャストミート当たる祭りさん。 W ウルトラ Q さん、また Q ですね。いきなり決まった感じなんですか？さっき5分前にやめようと思いました。テトラポットさん、休止で今までありがとうってなんだよ、わら。
あちゃんさん、ふわっちの方が人集まると思うのに何で。もうほんと。小次郎さん、億万長者じゃないの。今もほんと、リスナーさんの思いで胸が張り裂けそうなの。週月ギリさん、ぐっと耐えて。なんで、豆さん、決めては松屋ですね。涙が溢れ出しそうなのをぐっと耐えてます。三つ葉さん、ふわっち運営自体が相手の振るごときだから、ここは将来性ないっすね。六C さん、つまんねえから A で。小次郎さん、去年引退配信しなかった。テトラポットさん、今までありがとうなら引退だろうがわら。週月ギリさん、5分前に何かあったの。ウルトラQさん、残念だな、この放送好きだったのに。2さん、わら。あかりさん、活動休止とりあえずおつまれ様。小次郎さん、ノリメの詐欺師。イライラしちゃったんで。アホタリさん、また詐欺るつもりだな。豆さん、松屋の牛丼は考え方変えるからな。テトラポットさん、休止だからわら。あちゃんさん、さっきまで楽しく歌ってたのに W。 カメオさん、今まで本当ありがとうね。配信者の墓とか言われてるけどは、どうまでいなくなったら。どうもありがとう、本当。チトルリー、チトルシネさん、あの中国人バイトのせいで、かつ休暇。小次郎さん、ね、アップの顔きついよ。ロクシーさん、超つまんねえからいいよ。ミノムシさん、筋肉マンのせいだな。今まで本当ありがとうね。今まで本当にありがとう。ミツハさん、軍曹ツイキャスで3000人だよ。あっち行けば。小次郎さん、億万長者頑張ってください。週月ギリさん、そうだよね。あちゃんとっと。あかりさん、他の仕事で頑張ってね。ウルトラQさん、面白かったからこの放送好きだったのに。ヒデ0502さん、今までありがとう。テトラポットさん、休止なのにいなくなったらってバカかよわら。ジャストミート当たる祭りさん、数時間後復活かいみ。ウルトラQさん、むしろ数分後復活してほしい。小次郎さん、シルバーアクセサリーで大富豪じゃないの。アホタリさん、ただの思いつき。豆さん、軍曹は藤沢のな。ユバイ名バンジーしてうまいこと移行したね。あちゃんさん、嘘だ。テトラポットさん、今まで本当にありがとう。何回してきたよわら。小次郎さん、スケボーは。週月ギリさん、他の人の雑談は全くつまらないし。カメオさん、久しぶりにゴミくずイヤホンやって。6C さん、どこに行っても無理があるわ。8マイルズハイさん、和骨。ミホダッチャ星11月 B、D、機関さん、あれなんかデジャブ、わら。小次郎さん、映画監督。テトラポットさん、休止わらわら。田中さん、何やるの。あかりさん、言葉の重みって大事です。イベント出るの。小次郎さん、またブロック祭りだよ。あちゃんさん、和田さん辞めるなら今のアイテム全部投げなきゃ。まだ本当ありがとうね。マメさん、ごちそうさま。週月ギリさんだよね、あちゃん。小次郎さん、引退の最後にアイテム投げません。みんな本当ありがとうね、今まで。ミホダッチャ星11月 B、D、機関さん、やめないで。テトラポットさん、カー君捕まったね。小次郎さん、頑張れハゲ。今までありがとうね、みんな。ヒデ0502さん、どういたしまして。みんなありがとう。週月ギリさん、キング姫さんは知らないから驚くよ。このね、放送はタイムシフトに残すんで。ロクシーさん、アイテムないよ、そんなこと言っても。あかりさんは、どうも、まさかカズミチも捕まるの。テトラポットさん、だから休止やめないでって、バカなのかわら。小次郎さん、頭頂部やばい。豆さん、こちらこそありがとうございました。八マイルズハイさん、引退したらアイテム返すなんていう契約ねえわ。小次郎さん、これから詐欺師で頑張ってください。いや、本当にいろんなことがあったね。突然すぎて。みさん、最後に風船投げたこと忘れないよ。小次郎さん、ありがとうね。みんなありがとうね。週月ギリさん、他の人は雑談聞いても時間の無駄だし。テトラポットさん、休止言ってるのにやめないでって頭悪いリスナーばっかだな、わら。そうだな、楽しかったな。ふわっち始めた頃はまだ誰も放送やってなくてさ、S アカがきっかけで俺この世界に入ってきて、でそっからね、生活保護抜けられて、 A 型作業所辞めて、配信一本で食ってこうと思って、パルパルをぶん殴って、ヒカルくんとかテルチャンピンとかと遊んで、ステゴロも2回出たね。ステゴロも
ね、楽しかったな。みんな元気でね、みんな元気でね、あの風邪ひかないでいつまでも元気でいてください。ありがとうございました。本当に楽しかったですね。本当に本当に楽しかったです。ありがとうね。いや、ふわっちゃって本当に良かったですね。ふわっちゃ始めて本当に良かったなって。あの僕が、あの、なんだろう、懸念していることは、あの本当に僕がふわっちをこう活動休止するっていうことで、こう社会的な影響が、ね、和道さんが活動休止するんなら生きていけないとか、そういうね、懸念があるんですけれども、そこはね、気をしっかり持って、僕も新しい道を行くので、あのリスナーさんも新しい道をお互い探して、でまたどこかで出会ったらね、まあ私はどうのリスナーさんだったよっていうことを伝えてくれたら、まあそこは塩対応で、あっそうみたいな感じで行こうと思ってます。そうですね、いろいろありましたね。なぜかね、ちょっと Windows が逆さまなんですよね。なんだろう、パソコン壊れたのかなんなのか、ちょっと Windows の文字が逆さまで、ちょっと疲れ、なんだろうね、これ絵が。どうしたんだろう、これ。なんで、Windows がなんか変ですね。文字盤が逆さまですね。あ、直りました。いや、本当に、本当に楽しかったな。楽しかったな。本当に楽しかった。本当に楽しかったな。またあれですね、どっかで会いたいですね。どっかで。またどっかで会いたいっすね。まあ人生でこう一番楽しかった時間でしたね、僕にとって。僕にとってふわっちで過ごした2年間は本当にこう恵まれてるというか、本当にいい時間を過ごしたなって思いませんか？思いませんか？そう思いませんか？いや、もう本当思い出がいっぱいですよ。思い出が本当にあれですね、懐かしいな。懐かしい。今までありがとうね。みんな風邪ひかないで、みんな本当に幸せになってください。ありがとうございました。本当に多分僕がいなくなることによって
本当後追い後追い、ちょっと心配ですね。いやもう涙が出るのをめちゃくちゃこらえてますね。もうリスナーさんのことを考えるともう必死でこらえてますね。後追いだけは本当に、そうですね、やっぱり牛丼が出てくるのちょっと遅かったんでもう限界だなって、あこんなに待たされるんだなっていう、終わったなって思いましたね。さっきだったらこんなことなかったのにっていう、辛いっすね。でも終わりと始まりは同じところにあるんだよって誰かが言ってました。僕はそうは思いません。僕はその考え方は断固拒否ですね、別だと思ってます。悲しいな。悲しいな。悲しいな。いやでも楽しかったな、本当に本当に楽しかったですね。でもいろんな思い出があるね、本当にリスナーさんとは数えきれないですよ、本当に数えきれない、本当に。理由はまあ深いですよ、本当に。理由を話したらもう本当にダメですね。やっぱりなんだろうな、こう次のステージに行きたかったんですよね。次のステージに。次のステージに限界かなって、限界なんじゃないかな。限界なのかもな。そんな感じですね。まあでも本当に愛情のある、あなんていうかこう一言では言い表せないですね。のんちゃんとは今から話し合おうと思いますね。のりことは今から話し合おうと思いますね。
ちょっとでもね、引退の前にね、多分話したいリスナーさんもいるんじゃないですか。どうですか、引退について一言言いたいリスナーさんいますか。引退について、ちょっとあれですね、コラボ枠ですね。次枠はちょっとこのまま終われないですね。引退、次枠は引退に対して多分メッセージがたくさん来ると思うんで、次枠はですね、引退、続引退配信ですね。次枠は続活動休止配信でいきましょう。あれ、イヤホンどこやったっけ。次枠はコラボ枠ですね。いや、次で終わりですね、本当に。じゃあコラボで挨拶した方がいいよね。うん、ねえ、俺に言いたいことある人いっぱいいるもんね。じゃあ次枠はコラボ配信にしますんで、よろしくお願いします。あの、言いたいことがある人は突然上がってください。それで終わりですね。あれ、イヤホンどこやったっけ。イヤホンがないな。こんちゃん、イヤホンすんない。イヤホン、イヤホンないよ。イヤホンない。あれ、イヤホンどこ行ったんだろう。あ、ここにあった。あった。じゃあ次枠行きます。行きます。あった、うん、じゃあ引退配信で終わりだ。次枠の、じゃあそっち電気つけて。ありがとう。よいしょ、引退配信だよ。あ、そうだ、活動休止だね。そうだね、活動休止でした。